ですね、はい、今回もですね、再び登場ですね、はい、美食においでいただきましてですね、今回はですね、そのいろいろな苦労話ですね、やってきた話をちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、そうですね、まあ大変ですよね、はい、どうだったんですか、まず芸能活動ってこの売れて結局諦めたわけですか、はい、そうですね、まあ時期的なこともあって、はい、ちょうど高校3年生節目、ああそうですね、大学にはやっぱ行こうと思ってた、はい、ああそうですね、決めなきゃいけないですね、続けるか大学行くかって決めなきゃいけないですよね、でフラフラしてるわけにもいかない、はあ、じゃあどうするかってなった時、とりあえずまずは大学受験はしっかりやっておこうって思ったんですけど、はあ、なるほどなるほど、やっぱなかなか両立は難しいという、そうなんですね、どうですか、やっぱりこの周りのこの何ですか、同期的なのかっていうか後輩的なのかいろいろいて、はいはいはい、この周りでこう売れてっちゃうとか、うん、挫折感を味わうとかっていうのは結構あるんですか、やっぱりみんなもこう自分の進路をそれぞれで決めていく中で自分もやっぱ決めていかなきゃいけない、はいはいはい、でもう決めた人もしくはいついつまでって決めてやってた人はもうそこの時点でパッていなくなるんですよね、そうなんですね、そうなんです、なんでやっぱそこで自分もどんどんこう人がいなくなっていく、知ってた人がもういないってなるタイミングでやっぱ焦りがどんどん、ああそうなんですね、で募っていくし、テストも近づいてきて模試の点数の結果が出るみたいな、なるほど、うわー辛い、ストレスプレッシャーすごいですね、それもうすごい肌荒れましたね、だからあそうなんですねめっちゃ荒れてもう疲れちゃってっていう中でも自分の中でもある、まあ、ある時に、うん、まあ夏過ぎぐらいですかね、はい、ちょっと絞っていやとりあえず今大学受験頑張ろうってなって頑張ってみたものの、やはり志望校、ああなるほど、レベルが高く、なるほど、ちょっといい結果には恵まれなく、そういう形だった、挫折を味わったんですね、挫折を味わったんですね、挫折がある、ね、あれホスト時代の挫折もありました、ね、あホスト時代もたくさんありました、たくさんあるんですね、1年半最初の2ヶ月とか一番辛くって、あ、そうですね、あそっか、下っ端時代でしたね、下っ端時代ですね、もうやっぱりこう最初作法とかルールとか、あなるほど、しきたりみたいなのをしっかり学ぶんですけど、はい、それは別に地方でも都内でも一緒で、はい、で学ぶんですけど、それにあたってはこうやっぱミスするだけでも怒られる、ああそうなんですね、先輩にやっぱ先輩にで自分が怒られるだけならいいんですけど、はい、先輩のこう損失につながったりするわけですね、あなるほど、それがさらに普段からお世話になってる先輩とかだから、はい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 、めっちゃげんなりしますよね、わあなるほど、ショックですね、でやっぱりそういうのを最初の2ヶ月は覚えていくんですけど、まあだから基本的には雑用が多いんです最初に。なるほど。なんですけど、その中でどんどん自分がこういろいろ店のこととかお金につながらないようなことをしている中で、後輩が入ってくるんですよ。あ、なるほどなるほど。どんどんホストの人たちが流れが早いんで、水、はいはい、商売の世界は。で、そんな中で自分が2ヶ月目ぐらいの時、まだ掃除とかですよね。はいはい、掃除、買い出し、ヘルプなんかずっとやってる時に、はいはい、結構自分より年も2個ぐらい下で後輩が入ってきたんですね、はいはい、で僕2ヶ月で、はい、そしたらその後輩がなんと2週間の時にもうすごい自分の3倍ぐらい売り上げて、もう20、30、40ぐらい売り上げちゃって、はいはいはい、20万、30万ぐらい売り上げちゃって、もう全然もうその時僕なんか5万とか3万とかだったんで、はいはいはい、もう全然叶わなくなっちゃって、へーでもう掃除もその子はやることなくて、あなるほど、もう売り上げがあると、そうなんです、あの掃除とかそういう雑務がなくなってくる、なるほど、へえ、そんな世界なんですね、すごい悲しくてもうげんなりしてたんですけどやっぱそんな中でもこうコツコツ頑張ってって、はい、そうですね、自分にもお客さんができるようになって上手にやっていってる中でなんとかこう自分のし上がることができたっていうのは、はい、やっぱこうドンとなんか大きいお客さんとかがついた感じ、そうですね、最初のお客さんはこれ言っていいのか分かんないですけど精神科医のお客さんであの僕エイリッヒ・フロムっていう心理学者、はい、ドイツの、はいはい、フロムの愛するということ、はい、ですね、ああそうフロム、はい、あいいな、いやいやいや全然普通にカタカナでいいんじゃないですか、カタカナでいいんですか、フロムが大好きで、はい、でそうです、自由感の闘争とか話してるって言って、はい、でお客さんが来た時にやっぱりなんかちゃんとそういう話ができるやついないのかなみたいな、なるほど、ってなった時に僕フローム好きでみたいな、自由感の闘争面白かったですねとかっていう話したら、もうあんた何者なのみたいなことになってで、あいや大学でって心理学勉強してたり、まあ、専攻メジャリングは物理なんですけどとかって言って、であちょっと面白いわって言って、そのお客様が一番最初のお客様で、すごい、そうなんですよね、もうそこからすごい長いことお世話になって、はいはいはい、見てるかもしれない見てるかもしれない見てる名前はちょっとオフレコ、それだ、そうね、ということで本当にそこからまあいろいろついて、そうですね、だんだんいっぱいつくと大変なんじゃないですか、そこをやりきる、
ここ移動しなきゃいけないんですよね、多分。わかんないです。一番売れてる人だと、あ、そうです。宅は移動しなきゃいけないんですけど、はい、一番売れてる人で1日15宅とか。別やっぱ、かぶるわけにはいかないんで。はい、そうですよね。別の宅の、宅って席が、テーブルが、はい、別々になるわけですね。はい、だからもう1日15宅とかこう、てん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 15分で終わって15分、次15分、みたいな。すごい。この人めっちゃ使ってくれるから30分みたいな。あ、そこでお客さん同士の戦いもあるんですか、やっぱこう、長い間キープするために。そうです、そうです。どん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 やっぱそう、何かが、例えばシャンパンコールがあれば、ずっとそこにいるみたいな感じなんで。あ、そうですね。ええー、すげえ。長きにわたってみたいな。じゃあ移動いっぱいしたんですね。移動もいっぱいして、みんな僕もしっかり、多分売れてる人もしっかりということで。たくさんして。上に立って下を使うのはどうだったんですか。いや、でもいい多分ですけどいい先輩だったんで、はい、そうなんですか。強要はしないっていう、はいはいはい、結構でもそれができるかできないかで、はい、さらに売れるかどうかっていうのが変わってくるんですよね。強要って飲むの頼むわとか、ああこれやってくれよとか、どっちかというと自分で回すのが好きだったタイプなので、はいはいはい、まあ、ちょっと助けてくれると嬉しいなぐらいだったんで、はいはいはい、あんまりそうですね。でも中にはもうすごいもう俺のためにやってくれっていう人もいて、まあ、それはやり方ですかね。いろいろあるんですね、うん、業界によっても。ああそうですね、それはもう人によってやり方によってもう千差万別です。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.